ついに来ましたね、3ディアボロ。はい、ついにやってきました。ついにやってきましたね。でも技ここだけだから連続してノーミスでこれを決めるっていうのは難しいね。そうだね、うんうん、つまりショーで3つで技できるよって言ってるようなもんだから、うん、じゃあやりましょう。はい、まあ、まず3ミルが回るかとかハイトスができるかみたいな話は別の動画を参考してください。はい、3ディアボロのね始め方みたいな動画あるから、うん、最初はアラウンドザレッグですね。じゃあ足の周りですね。まあこれはもうシンプルに3つ回ってるのでかくしてここに足突っ込むだけだから、うん、それだけ、うん、ただ突っ込むだけです、うん、2つの時より、うん、ただ突っ込んでるだけ感が強いですね、うん、ラップは2種類ありますね、はい、アジアン式はこれ検定もこれでやってましたね、うん、あの真ん中のディアボロが1回、うん、浮くっていうパターンですね、はい、丸の形をキープしてるパターン、うん、まあどっちでもいいと思うよこれ、うん、これでも、うん、これでも、うんうん、どっちでもいいと思う、うん、3アウトサイドインですね、うん、インサイドアウトはめちゃむずいからねこれですね、うん、左手が今内側向いてんじゃん俺、うん、これがさ一回外側向くんでこうやって、あこれが俺なりのコツ。お3つ乗せて回すんだよね、うん、回すって行為はね結構できるんだけど元に戻るのは結構難しいんだよこれ。うんだから元に戻すのはねちゃんとね内側にこう全部落とすっていうこうイメージが大事、うん、下方向への力を入れるイメージでやると戻りやすいかなと思います、はい、から下方向にこう落とすっていうイメージ、うんね、はいはいはい、あの右手がこうやって上にあると、うん、3ミルの初期ポジションじゃないじゃん、うん、だからこれを落とすことによって、うん、元の位置戻れるんだよね。なるほどね、うん、フルストールですね。これも方法は問われないと思うけど、うん、まあ一番有名なのはこれだよね、うんうん、フィンガーストールですね、うん、はいはい、3の最中に、うん、フィードザ3みたいに、うん、2個の時と一緒でエネルギーを解放して1個上に飛ばすんだよね最後の1個、うん、で上に飛んだらちょっとこれ どける飛んだらこうなるんだよ最後の1個が、うん、この状態から落ちてくる前に、うん、上を向きながらここに手当てるの、うん、でこうやってスライドさせてこの形にする、うんうん、ディアボロがさ、うんどこにあるか分かんないからさこの時、うん、こうやって取りに行くと大変、うん、だからちょっとこっち側からこうやってスッてこうやってやってあげると、うん、あのバランスよく取れます。はいはい、ハイトスになりますね。ハイトスの上げ方もおすすめは2種類あるんだけど、うんまあ、一番いいのは普通に上げることだね。こうやってちょっと難しいとは思うけどさ、うん、普通にこうやって大きくしてあげる、うん、これに関しては別に動画出すと思うけどね時間あれば。そうだね、ちょっとかなり難しい話だから、うんあった方がいいよね。いろんなやり方あるから、うん、であとはもう一個のやり方は、うん、ラップで入ること方法、うん、ラップで入るときはあのさっき言ってたアジアン式で入るのことになりますね、うん、ここからこういう入り方、うん、ちょっと俺高さ出せないから怖くてやんなかったけど、うん、まあまあこんな感じですわ、はいはいはい、みたいな方法もありますね、はい、もう一回やっとくね、うん、はい、はい、こういう入り方があります、うん。ハイトスのやり方はもうハイトスの極意見てくれ。はい、はい、以上。ありがとうございました。はい、これで一旦まあね全部2019年6月20日付の情報なので、うん、時代の流れとかでこういうものを学んでいった方がいいんじゃないかっていうのを、うん、まあその検定の作っている人たちが考えて、うん、更新随時されていくだろうから、うん、現状こういう感じの検定、ね、はい、でまあポイントポイントをね、うん、要点を押さえて説明してきましたけど、はい、分かんないことあれば大体答えますんで、うんうん、まあ、コメント欄内ねチャンネル登録だけ ね押していただけるといいですね。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。